まきちゃんの YouTube ショッキング。はい、先週のカッシーからのご紹介で今週のゲストさんは、はるちゃんです。よろしくお願いします。はるちゃんです。よろしくお願いします。じゃあ早速自己紹介をお願いします。はい、はるちゃんこと、大石はるみと言います。今は、そうですね、フルで、働いていて、趣味で、毎朝筆文字を書いて、Facebook とに投稿してます。あと、ブログとインスタとノートにも、全部、まあ、コピペなんですけど、投稿してます。はい。カッシーとはどういうつながりですか？カッシーとは、筆文字を始めるきっかけとなった方なんですけども、下上グループに入れてもらって、皆さんの筆文字を、投稿しているのを見て、まあ、自分も書きたいなっていうふうになって書くようになったんですけど、で初めて、カッシーの筆文字講座に、参加したんですよね。でそこでいろいろ教えていただいて、毎日カッシーも書いて投稿されてると思うんですけども、なんかすごくやっぱり刺激を受けて、もう今でも本当に、コメントとかもしてくださるし、すごく一番、最初 の, 筆文字、私が筆文字始めた、きっかけになった方です。はい、いやでも2人ともすごいですよね。そう、毎日投稿できるっていうのがね、なかなか続けるっていうのは、なかなかそうですよね。なんかふと思うと、なんか、最近になって、なんか、毎日続けられてることが、なんかすごいな、とかって自分で思ってしまうんですけど、割と、まあ、なんだろうな、朝、会社に行く前に、もう書くっていうのが、なんか習慣になっているところもあって、まあ、生活の中のこのルーチワークの一つみたいな感じにもなってるので、書かないと、書かない日は最近は、ほとんどないので、書かなし、なんか、行くっていうのが、なんか、ちょっと、なんだろうな、習慣になっちゃってるので、そう。みんなそこまで行っちゃうとね、もうね、いいですね。じゃあ、そんな、はるちゃんの好きな言葉を教えてもらっていいですか？はい、そうですね。いろいろ筆文字書くようになって、いろんな言葉をね、もう本当に覚えたり、あ、こんな言葉もあるんだなとかっていうのも、たくさんあるんですけど、昔からっていうか、もう最初から一期一会っていう言葉がすごい好きで、で、まあ名刺をね、自分で作ったりもしてたんですけど、もうそこにも、もう必ず一期一会っていう言葉を入れるぐらい、やっぱりなんか好きなんですよね。やっぱりもう本当に人との出会いっていうのは、よくこう、生きてる間に出会える人っていうのはやっぱり限られてて、もう全員には絶対会えない。っていうじゃないですか。で、もう本当に出会えた人っていうのは、もう本当に奇跡な出会いみたいな、っていうのをすごくやっぱり昔から思ってて、でさらに、ね、筆文字とか始めて、投稿とかも始めて、やっぱ皆さんも同じようにね、もう出会いにすごく思う、なんていうのかな、その大切ね、ご縁っていうの大切だなっていうのがあって、やっぱりこの一期一会っていう言葉がやっぱり好きですね。そっか、じゃあ書いてみましょうか。はいね。はい、はい、はい、じゃあ書きましょう。はい、書きます。この言葉は私もいいですか？はい、いいです、いいです。はい、私弟がこの言葉がすごい好きで、だから弟のためになんか書いたんですよね、昔。ちょっとその時とは違う感じで書こう。そう言われてみれば、私自分でこの言葉書いたことないが、Facebook にあげたことがないな。ぜひぜひあげてください。そうですね。ねえ。
まあいいや。ハンコまで押しちゃっていいですか。はい。はい。あ、かわいい。あ、すごい。ありがとうございます。素敵。ハンコを押すところが。上に書くんだったな。はい。あ、はい、はるちゃんのももっと大きく見せて。見えるかな、こんな感じ。うんうん、あ、素敵素敵。ねえ、ありがとうございます。あ、いえ、こちらこそありがとうございました。じゃあ、はるちゃんがありがとうを伝えたい人はどなた？はい、そうですね。いろいろ。いっぱいいますけども、やはりやっぱり一番身近な家族ですかね。今隣に私自分の母が住んでるんですけど、もう80超えてもう高齢なんですけどね、やっぱり、なんかすごい支えてくれてる感がやっぱりあるので、今までもね、いろいろ支えてくれてたなと思うので、まずは母にありがとうを言いたいですね。はい、素敵だなね。じゃあ、これからのはるちゃんは、なんかどんな感じになりたいとか。そうですね、今は経済的にもね、働かなくちゃいけないので、働いてるんですけど、本当はもうなんていうのか、自由にもっとゆるく好きなことをしてっていうふうに、生活していきたいので、そこに向けて今、ちょっとね、知ってる方もいるんですけど、ちょっと私株のトレードやってて、それもですね、もうちょっとスキルを磨いて、そっちでも、うまくいくようになれたらいいなっていうふうに思ってます。で、あとは、前からちょっとずつ、友達とか、うちに来てもらって、なんかこう、勉強会みたいなことをやってたんですよね。月1回とかやってたんですけど、今年ちょっとお休みしたんですけども、それも、今後また再開して、ちょっとずつでも、またみんなと一緒に、なんか勉強したり、お話ししたりっていうのをやっていきたいなと思うんですね。で、つい本当に、昨日か一昨日ちょっと突然思い立って、今年の振り返りを一緒にやりませんかっていうイベントをちょっと実は立ち上げたんですけど、また興味のある方がいましたら、またぜひね、イベント見ていただいて、メッセージとかいただけたら嬉しいなと思います。じゃあちょっと概要欄にね貼っておくので、そうですね、はい、分かりました。いろんなのをね、お話し会もその時によってテーマがあったり、そうですね、そうなんです、はい、楽しそう。そう、あとなんかさっきね、ちょっとね、こう机の上に今見えてないけど、なんか筆文字が見えて、それちょっと見たいなと思ってたんだけど、あ、そうなんですよ、なんて書いてある、これはね、必ず叶うからって書いて、これいつだったかな、少し前に私が、Facebook 投稿した言葉なんですけども、なんか、やっぱ自分、私が、なりたい、さっきちょっと言ったんですけど、もっと自由になりたいっていうのが前からあるんですけど、もう自分自身に、必ず叶うから頑張ろうね、みたいな、自分で、自分を励ますみたいな意味で、これを、フレームに入れて机に置いてます。毎日見てます。すごいかわいい、ね。ありがとうございます。はい。そうですね。いいですね。かなうのかなだけ色が違うんですか？あ、そうなんですよ。今私毎日投稿してるのは、今日はこれ全部黒で書いたんですけど、どこかこう一文字だけ色をつけて、書くっていうのをなんかちょっと、
あのマイブームで、それ結構つ、あの続いてるんですけど、今日は、そうそう、今日はね、あの今日も、まあ、たまたまゴールドでこんな感じで、今日のアップした、鈍力をせっせと磨くっていうのを今日書いたんです、で昨日は、鈍力って何？鈍力じゃなかった。ごめんなさい。鈍刀だ。鈍刀。ごめんなさい。鈍刀ですね。刀。あ、磨いても磨いても、なんか、あの、光らないけど、自分、磨いてる自分が磨かれるよっていう、そういう、まあ、意味のあれなんですけど、これを、昨日は こんな感じで、あの、一文字だけで、これ二文字ですけど、一文字だけ色をつけて書くっていうのを今ちょっと、やってまして、これまあちょっと今続いてるんですけど、はい、こんな感じで毎朝書いてます。へえ、いいなね。ありがとうございます。ぜひ Facebook とか皆さん見てください。うん、ぜひ、はい、お願いします。うんうん、じゃあもうお友達紹介でいいですかね。はい。はい。はい、鈴木あかねさんなんですけど、それこそ私が、下神に入ったきっかけの方なんですけど、下屋手帳、下屋手帳をね、買ったことで下神入ったんですけど、その下屋手帳を、まあ、紹介してくれたというか、その下屋手帳の本を、なんか、プレゼントしてくださったんですね。私は全然興味が最初なかったんですけど、まあ、その本プレゼントしていただいて、でしばらく本棚に飾ってあったんですけど、まあ、ちょっと読んでみようかなということで、しばらく経ってから読んだんです、その本をね。で思わずもう即手帳買ってしまってっていう、そういうそこから下神入ってで筆文字書いてみたいな、そんなずっと流れになってる、本当に最初のきっかけに、なった方です、あかねさんが。もう知り合ったのはもう随分何年も前で、昔なんですけど、はい、じゃあ来週も楽しみですね。はい、はい、じゃあ今週ははるちゃんでした。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。じゃあ来週も見てね。はい、見てください。